限界オタクお嬢様あやつじアリス実況プレイ始めていきたいと思います。読み方合ってるかな。なんかオタクってことバレないようにするみたいな感じのゲームらしいですね。確かエンディングが17種類あるらしいので全部取っていきたいと思います。やってみよう。あーいっぱいある。ニュー、そうなんですよ。なんか6話が最近出たらしいんでやっていこうと思ったんですけど、これで完結してるらしいんで、1話推しが死にましたわ、やっていこう。推しが死にましたわ。ここは聖限界学園、聖限界学園、全国からお嬢様が通う学びの園。あなたはそこに通うお嬢様です。あなたは親友の綾辻アリスと教室に向かっています。あ、私が綾辻アリスじゃないんだ。破滅の刃面白いですわね。漫画は初めて読みましたが、すっかり夢中になってしまいました。流行ってたもんね、だいぶ。漫画を貸してくださってありがとうございます。アリスなら気に入ると思ったよ。ページをめくる手が止まらなくて、最新話まで読んでしまいましたわ。私は特に、なんだろう。ヒョウザメとかかな、様を推しておりますの。敵、双子の弟、翡翠がいる。クールキャラでありながら弟の翡翠を大切にする慈悲深い姿、それにハンバーグがお好きというギャップ萌え、とどめにフランス人とのハーフ、属性欲張りステーキですわ。何言ってるか全然わかんないわ。ほんとたまりませんわ。アリスもすっかりオタクに私の影響を受けすぎたみたい。そういえば今日は雑誌の発売日じゃない。そうですわ。ああ早く最新話を読みた。今週の破滅読みまして、あ、やばい。まさか、ヒサメ様が死ぬなんて、驚きです。最悪だよ。殺すんじゃねえかな、これ。え？どういうことです？あ、アリス？あ、やばい、何？昼休み。セバスチャンに雑誌を買わせてこっそり読んでしまいました。でもおかげで展開は把握できました。顔やば。ヒサメ様。翡翠をかばってお亡くなりに。え？マジですの？こうなったアリスはやばい。あ、そうなの？なるべく推しキャラの死を思い出させないようにしないと。アリスが限界になったらゲームオーバー。これはそういうゲームです。あ、そういうことなんだ。なんであなたが心の中で読んだんだよ。お腹減ったし食堂に行こうよ。そうですわね。ひょん。バイキングだからって取りすぎは具の誇張ですわ。でもローストビーフは原価が高そうでつい惹かれますわね。いるよね、なんか食べ放題とか行くと原価元取りたいやつ、元取りたい勢いるよね。アリス元気が出てきたみたい。ねえ、あれを食べようよ。ハンバーグは思い出しちゃうね。セーブとかってできないの？これセーブとかってできないんですの？ハンバーグ、ヒサメ様のお好きな食べ物。でももう二度とヒサメ様、ああ怖いわ。アリス、アリスは発狂してしまった。限界オタクお嬢様は世の中のあらゆる要素から推しを見出してしまうのだ。そしてその推しに何かがあったとすればもっと慎重に接すべきだと。永遠の軽率な行動はなるべく控えましょうみたいな感じでしたね。あ、オートセーブなんだ。てかセーブフォルダあんのに どこでセーブできたんだよ。グラタンもたまにはいいですわね。え、どこでセーブできんのマジで。これどっかにあんのセーブっぽいとこ。うん、まあそろそろ席に着こうか。どっかにあったりすんの？自販機とか関係なさそうだね。何色の椅子に座ろうかな。何色？青色だと思い出す？とりあえず思い出していこう。あ、いいの青。あら、青い椅子、ヒサメ様の髪の色によく似ていらっしゃ。しゃー、どういうことなんだよ、猫かよ。推しのキャラの色に合わせたアクセサリーや小物の数々、全部実質遺品ですわ。そんなことないだろう。もう一回1話から読み返せばいいんじゃないの。生きてる。アリスは限界を迎えてしまった。確かに最近アリスは青いものを買い集めており、最後はロゴがヒサメ様っぽいという理由である企業の株を買い、すごいな。ヒサメを思い出すだけ自分 B エンド推しは夢から、もうわかんねえ、早すぎて早すぎて絶対読めないんだけど。あそこ便利だね、このゲーム。赤い方の椅子にしよっか。学園のご飯美味しいね。ここには専属のシェフがいるんですの。
確か欧州の国で修行を積んだとか。そうだったね。修行を積んだ国って、フランスだな。フランスだったかな。オフランスはヒサメ様のお母様の母国ですわ。めんどくせえわ、お前もう。こうなったら現地で推しについて思いを馳せるしかないですわ。アリスはその後、自家用ジェット機でフランスに行ってしまった。何でも破滅の刃にゆかりのある地を全て巡るつもりらしい。限界オタクお嬢様、聖地巡礼はワールドワイドだ。Cエンド、聖地巡礼の本来の意味が思い出せませんわ。なるほどね。よし。全部読めた。ふふ、オランダ帰りのシェフなんてなんだかおしゃれですわね。まあ、フランスの方がおしゃれな気するけどね、なんとなく。いた！大丈夫？ごめんなさい、目にゴミが。ええー、何？左目と右目である？どっち？どっちなの？なんかあったっけ？そんなの。ヒサメだから左目とかかな？左目？ヒサメ？そんなありかよ。本当にそうなのか？だとしたら会話難しすぎんだろ。ヒサメ様とおっしゃいましたが、おっしゃってない？こちらは。ヒサメ様アニメでまた登場してないんですよ。アニメでヒサメ様に沼った紳士淑女が原作を読んだどうするのですが、ノートにお気持ち長文投稿してきますわ。むずいわ。もちろんストーリー的に意味のあるしなら悲しいですけれど受け入れるしかないと思ってしまいますので、ももし編集が作者が話題になるからこうしましょうみたいなノリで決定したとしたら、さすがの私も読めるかよ。 D エンド、お気持ち表明。あー、これ読める人いんの？え、でも、お気になさらず、この程度のゴミならすぐに取れますわ。さあ、午後の授業もしっかり受けましょう。うん、そうだね。よかった、なんとか乗り越えられた。今朝は取り乱してごめんなさい。いや、今朝どころか、お昼も何度か取り乱してたけどね。ヒサメ様の死、少し受け入れてきましたわ。え、そうなの？正直、オフラグがビンビンでしたし、ヒサメ様が亡くなるのは覚悟しておりました。死んだからといってヒサメ様は虚無になるわけではありません。ヒサメ様の生きた奇跡、それはきっと世界に刻まれていますわ。まあ、少なくともアリスちゃんの心には刻まれてるもんね。だから推しの死は意義があると、今はそう思えるんですわ。うん、死んだからって終わりじゃない。そんないいか、軽率に言って。今ならワンチャン、スピンオフもあるかもよ。その手がありました。集英社にいくらか積めばいいのかしら。どうなんだろうね。こういう感じでさ、なんか、僕の好きな漫画とかもご都合展開とかにされてるんだったらすごい嫌だけどね。まあ、ないと思うけど。それにあの会社には知り合いがいます。金と恐怖で経営者を支配すればいいのですわ。すごい怖いことを笑顔で言うね。穏便な方法を使ってクリアした。次の話に進みますか？そうしますわ。アニメの出来がクソですわ。あー、なんかよく聞くよね、これ。なんか原作、まあ、実写とかによくある。全然原作、再現できてないみたいな話よく聞きますよね。屋敷の壁をすべてブルーにしましたの。これでヒサメ様をいつでも思い出せますわ。すごいな。思い切りがいいね。ヒサメ様の傷もかなり癒えましたわ。それに私、新しい作品を読みましたの。今度はなんて漫画？少し古いのですが、神妙奇譚ですわ。和風ファンタジーバトル漫画です。もう元がわかんねえわ。全35巻、夜を徹して完読しましたわ。そうなんだ。やはり時代を超えて人気のある作品は面白いですわね。だ結構古いアニメが題材になってんのかな。ああ、最近アニメやってたよ。ツークールで。昔の作品を今アニメ化するのって流行ってるよね。やってませんわよ。え？ああ、もうクソすぎて。アニメっていう存在はないってことにしてるってことかい？え？顔やば。友達に向ける顔じゃないんだけど。神妙奇譚は人気の作品ですが、一度もアニメ化されてないですわ。アニメなんて存在しませんのよ。あ、出来が悪かったアニメ版を記憶から抹消してる。また刺激しないようにしなきゃ。むず！これも友達じゃなくない？なんか色相感みたいなの貼ってあんな、上に。美術の時間。あ、美術だからか。よし、今日はアニメについて話をするぞ。そんな時ある？学校で。タイミング！学園の柔軟な学習カリキュラムがあだに。アリス、平気かな？うわ、不穏だけどまだ平気そう。アニメっていうのは魂という意味がある言葉。アニマが語源なんだ。あ、そうなんだ。すごい。
古くは壁画の時代から生き物の動きを絵に写し取るという技術が存在した。人々は時を圧縮して絵の中に閉じ込めるように。時間の圧縮なんてすごいですね先生。ズボンのチャック開いてるね。なんだこれ、どうすりゃいい。どっちだ、どっちが正解なんだ。下の選択肢が面白そうで下を選びたくてしょうがないな。まさか。でもバッドエンドどんどん取っていきたいんだよな。先生ズボンのチャック開いてるね。きゃ、本当ですわ。指摘するべきでしょうか。先生ご会長ですわよ。何その上品なようで上品じゃない指摘の仕方。あ、本当だ、すまない。それじゃあアニメの歴史を見ていこう。世界初の長編アニメは1937年に発表された白雪姫。ああ、なんかウォルト・ディズニーが一番最初にやったみたい なカラーにするために試行錯誤したみたいなことを聞いたことあるな。当時は映画館で1時間もアニメを見るなんてありえなかったそうだ。今じゃアニメ映画は大人気だな。深夜アニメの劇場版も多い。みんなの好きなアニメも劇場版があるかもな。劇場版？神妙奇譚もトーナメント編を映画化するとか。しかも実写化企画も進行中なんて噂も。劇場版楽しみだね、実写版楽しみだねが罠っぽいよね。いくらあなたでもそれは聞き捨てなりません。最近は実写化作品は面白いですが、バトルものは本当にきついですわよ。そもそも二次元のキャラは顔や体型が日本人離れしすぎです。そりゃサイバーリオだってオフランス人がやります演じますわみたいなことか。アリスどこに行くの。夜の街を走っていきますわ。夜にかけるの。チープなスリルに身を任せたい気分ですわ。シティハンター実写版がフランスで制作されると聞いた時には驚きましたが、とてもいい作品でした。実写化だからといって気にするのは早計ですわね。あと実写版デビルマンクソ映画という方は今日あれが見てますけど、サイバーリオは日本人体験じゃない。もう難しい。データロードするか。データロードせずに時間の圧縮なんてすごいですねを拾ってから行こうかな。時間を圧縮？そうなのですわ。全35巻のお話を2クールでやるなんて無謀です。案の定キングクリムゾンのバーゲンセールディアボロの大冒険ですわ。どういう意味か分かんない。言ってること8割方分かんないよ。企画時点で無理のあるアニメなんてアニメの神が泣きましてよ。こら、少し頭を冷やしてきなさい。神妙奇譚のアニメ化はあまりの出来に炎上した。監督が原作を読んでいないと言ったのも火に油を注いだようだ。アリスは未だにアニメ化自体がなかったこととして扱っている。いいえんのアニメの神様。おお、短い文でよかった。じゃあ劇場版楽しみだねって言ってみようか。映画一緒に見に行こうね。アリス、実は劇場版は少し楽しみにしてますの。トーナメント編なら2時間で収まりそうですし、それに吉江直樹さんが映画で出る新キャラに声を当ててますの。ここだけは音響監督と解釈一致ですわ。ああ、吉江直樹さんってヒサメの声をやってる声優さんだっけ。ああ、そうなんだ。好きな声優さんだったりするのかな。先生も学生時代はアニメが好きだった。文化祭じゃアニメキャラの格好をして踊ってたんだ。今じゃ仕事に追われて新しいものを見る体力もないし、こんな先生には昔の名作のリバイバルがちょうどいいよな。先生の話をやめさせない。ただ、すべてのアニメが神アニメなわけじゃない。先生、こんなにアニメについて熱弁することある？でも先生思うんだ。わざとつまらない作品を作ってる人はいないって。クリエイターにとって作品はみんな大切な子供だ。だからさ、少し下手なアニメでも許してやってほしい。先生はそう思うな。え、それとこれとは別のお話ですわ。アリス、大丈夫？ええ。ノートに我が子を喰らうサトゥルヌスを描いてから落ち着いてきましたわ。何言ってるか全然わかんねえわ。いくらひどくてもアニメ自体をなかったことにとして扱うのは変ですわね。そうだね。あれもまた一つの形。それに私の理想は原作です。私は私の信じた公式を信じればいいだけですわ。あ、前向きに進んでるわ。そっか、折り合いがついたならよかった。そうだ、これをどうぞ。あなたに神妙奇譚を全巻あげますわ。ぜひお読みくださいませ。私の読み古しでなく、ちゃんと新品を買いましたわよ。どういう意味？あ、ありがとう。授業中だぞ。いや、まあいいわ。あ、クリアしちゃったの。今ので？タイトルに戻りますわ。先生の話をやめさせようか。先生、その辺にした方が。そうだな、本題に戻ろう。
しかし先生の好きな作品はマイナーだからリメイクされないんだ。今、リメイクで盛り上がってる作品が羨ましいよ。はははははは。阿鼻叫喚の間違いでなくって、意味のない設定改変、ガタガタの脚本、作画崩壊、挙句の果てに放送延期、控えめに言って排泄物ですわ。お上品。どうして誰も得しない状況になるんですの。まあね、でもなんか思惑があるんだろうね。それでお金を稼げる状況の人がいるんだろうね。辛いですわ。お昼休みに校内放送で晴れ愉快流してきますわ。あやつじ、帰ってこい。アリスは放送室を乗っ取ってアニソンをかけた。だがそのアニメは放送年が2006年、令和の高校生が知ってるはずもなく、学園のお嬢様は何の曲かしらと首をかしげたし、 G 校内放送エンドテロ、わーお。じゃあ次の話に進みますわ。ヒサメの生誕祭をやるんだ。公式と解釈違いですわ。タイトル、はい、各界の要人も呼ぶ予定ですの。7段立てのケーキも用意しましたわ。すご。場所は池袋サンシャインの噴水広場です。よかったら来てくださいね。そうなの？外でやんの？うん、きっと行くよ。あら、破滅の刃の公式アカが更新されてますわね。ああ、そういうこと。誕生日が違うってこと。オードブファーウ、どうしたの？ヒサメ様が私の遊んでいるソシャゲのコラボイベントに出演なさりますわ。そうなんだ、やったじゃない。というかソシャゲやってたの？ええ、ただ私はいつでも爆課金できる経済的強者なので、まだ無課金だったのですが、かっこいい。ここで課金してヒザメ様の経済効果を運営の方に分からせましてもよ。ヒザメ様ガチャで日本 GDP 点上げですわ。おほほほ、一人でそんなことできるんだ、すごいね。テンション上がりすぎて雑なお嬢様笑いが。でもアリスが楽しそうでよかった。いい友達だねお前。うわぁ、お前すぐその表情するじゃん。なんで私さ、アリスちゃんの友達やってんだろう。様、ヒサメ様はこんなこと言いませんわ。このストーリーお読みになって。うわ、弟はどうでもいいってセリフはまずい。ヒサメは翡翠のために生きてるようなものなのに。これ、原作者が監修に入ってるはずですわ。なぜこんなことに。とりあえずスマホしまう。先生が来たら怒られるし。それに、今日の放課後は生徒会でティーパーでしょ？お茶会ティーパーティーの略。なるほどね。お嬢様はティーパーティーのことティーパーって呼んでんだ。そうでした。久々に生徒会の方とのお話を。モリスさん。あやつじさん、ここにいらしたのね。あ、女の子か。あ、生徒会初期のモリスさん。なぜか副会長のアリスを敵視してるんだよね。そうなの？なんで？アリスさん、今日のお茶会には出席なさるのよね。ええ、もちろんですわ。最近顔を出してなくてごめんなさいね。それは漫画やゲームに忙しいからでなくって。いいだろ別に、人の趣味は。そんなことありませんわ。それに今の時期は生徒会も閑散期でしょ。モリスさんも今のうちにゆっくり羽を伸ばして。そんなわけにはいきません。生徒会はいつでも働かないと。意識高っ。あやつじさん、最近たるんでいらしてよ。前のあなたはそんな性格ではなかったですわ。確かに新しい趣味を始めましたわ。面白い物語をたしなんだり、好きな殿方のお話をしたりしてますの。要はオタクになったんでしょ。そんなの。どうしよう、モリスさんがヒートアップしてる。モリスさんを止めない。アニメがどうとかヒサメ様とか、お前も実は好きなんじゃないの。そんな、だってピンポイントのワード出てこねえだろ普通。そんなくだらないものにうつつを抜かさないでください。そう、モリスさんは否定なさるの。ごめんなさい、今日のお茶会にはちゃんと出ますから。少し保健室で休んできますわ。あ、趣味を否定されたアリスの顔はひどく悲しげに見えた。でも誰だって自分を否定されたらああなるのは当たり前かもしれない。 H エンド、好きを否定しないで。否定してないよ別に。ちゃんと読めるエンディングバージョンもあるんだ。じゃあ止めようか。落ち着いてモリスさん。アリスは漫画にかまけて生徒会の仕事をサボってるの？そういうわけでは。お前なんかもう茶化したいだけなんでしょ。なんかちゃちゃ入れたいだけなんでしょ、モリスさん。ただ前は忙しくなくても生徒会室で集まっておしゃべりしてたのにな。好きなの？アリスさんのことが好きなの？最近はあなたとばかり話してるんだもの。私寂しくて。言えよそうやって。じゃあお前も読む？破滅の刃。
まあそうだったのね。気づかなくてごめんなさい。でもね、破滅の刃は面白いんですよ。ちょうど一巻がここにあるから読んでくださる。常に持ち歩いてるのかい？おじい様が好きな時代劇に似てますわ。でもグロテスクでなくって。大丈夫ですわ。言うほど残虐な描写はありませんわ。でも絵が少し独特ね。大丈夫ですわ。読んでるうちになれますわ。ここで終わりですの？続きが気になりますわ。めっちゃハマってんじゃん、お前も。あら、よろしければ全巻お貸ししますわ。ありがとうございます、あやつじさん。もう、はいかじゃん。いいんですのよ。ようこそこちら側へ。悪いことを考えてる時の笑顔だ。そうなの？共通の趣味持てて、いい友達ができた時の素敵な笑顔とは違うの？あれ？アリス何か落としたよ。誕生日おめでとうございます。それに高級レストランへの招待券。これって誰の？見られたというか、お忘れですの？今日はあなたのお誕生日でしょ？そういう意味。なんだ、そういうこと？アニメのキャラクターの生誕祭とか言っときながら私の誕生日会を盛大に祝ってくれようとしてんの。めっちゃ好きだわ、じゃあ、急に。そうだよね、あんな傍若無人なわけないもんね。あんな傍若無人の人なわけないもんね。私の友達が。ん？そうだった、今日誕生日じゃん。メルマガのクーポンしか祝ってくれないから忘れてたよ。おかわいそう。いや、いい。今もうアリスちゃんが祝ってくれようとしてるだけで嬉しいわ。で、そうじゃないのです。あら、どうした？コホン、改めまして、誕生日おめでとうございます。私、あなたには感謝してますの。破滅の刃を貸してもらったから、私は漫画やアニメの面白さを知りました。推しキャラが死んだり、原作改編に怒り狂ったり、辛いことも経験したけれど、それ以上に喜びを得ましたわ。私をこの世界に呼んでくれたあなたに心からのプレゼントです。これからも一緒にオタクライフを楽しみますわよ。もちろん、ずっと一緒だよ。あら、また破滅の刃公式に更新が。まあ、見てくださいまし。こっから本題？どうした？もう、原画じゃねえわ。なんて言うんだ、劇画チックだな。劇場版しかも、主役がヒサメ様という、翡翠様。翡翠も？その子、私が一番好きなキャラだよ。そうなんだ。やりましたわね。公開初日に、仮病、学校、欠席、視聴、安定ですわ。聞いたこともない難しいワード出てきたな。楽しみ。カバンにグッズいっぱいつけてこう。あら、これ見よがしなオタクアピールは、はしたなくってよ。ルールがあるんだ。限界オタクお嬢様なら、推しの色の宝石を身につけるのがドレスコートでしょ。そうなの？そうだよね。それ私も言っていいかしら。いいよ、来いよ、モリスさん。構わんですわ。私たちはみんな、聖限界学園の生徒。つまり、あなたも私も限界オタクお嬢様なのですわ。そうはよね。では、早速、推しに合う石を宝石町に探してもらいますわ。もう会話がぶっ飛んできたな。その前に、ヒサメ様の生誕祭に行きましょう。すべての推しと推し作品に祝福を。おほほほほほほほ。クリアしたの。選択肢1個しかなかったの、今回。そうしますわ。確率の闇ですわ。最近、あやつじさんに勧められて、アイドルーンというソセアゲ始めたんだけど、ガチャってこんなに出ないもんなの？最高レアが排出率 0.5% だから、その中で目当ての一つは引くとなるともっと低いわね。パチンコよりひどいですわ。お嬢様なのにパチンコとかするの？あやつじさんならあっという間にバッカ金で手に入れるんでしょうね。あやつじさんは飛び抜けて超金持ちってことなのか。みんな同じですぐらいの水準とかじゃないんだ。どうしたよ。おはようございます。アリス、今日遅かったね。くじの破滅くじの確率ってどうなってますの？コンビニで今やってるやつ、破滅のグッズが当たるんだよね。丸番くじ、一番くじとかは商標登録されてるので言えませんが、それのことですわ。商標登録されてんだ。私の目的は B 賞、ヒザメ様のフィギュア一択。でも出たのは、ファイルとマックアップと主人公のフィギュアでしたわ。この景品も嬉しくないわけではありませんけど。アリス、ナイーブになってる。いつも通り地雷を回避しないと。いやでも、アリスさんぐらいだったらもう一気に全部買えばいいんじゃないの？なんだったらもう送られてこないの？その破滅の刃側になんか資金援助とかしたら送られてきたりするみたいなシステムないの？
数学の先生。よし、今日は確率の項目からだったな。最近ゲームなんかで確率はよく出てくるだろう。それを題材にして分かりやすく学んでいくぞ。地雷原でタップダンスすな。確率？例えば 10% で当たるくじがあったとしても10回引けば1回当たるというわけではない。1回の確率はあくまで 10% だ。数を引けばいいというものではない。アリス、店ごと買えばいいじゃない。店ごと買えばいいじゃない。それはそれはそれは違うのですわ。必ず当たるくじなどくじではない。あ、そういうのがあるんだ、一応ルールが。金で好きな人を落札していいのは石油王までですわ。アリスならくじを店ごと買い占めて確実にフィギュアを手に入れることができるだろう。だが彼女はそれでは他のオタクがくじを引けないと言いやがった。彼女のこだわりをもっと理解すべきだった。エンド、アイエンド、お金で買えない価値がある。なるほどね。愛がいあればいつか引けるわよ。そうですわね、またくじを引けば。でも愛を人質にしてオタク活動するのは良くない気がしますわ。なんか深いこと言ってるわ。俺全然いい意味が分かんないけどね。美術の先生なんて推しの絵を描いたらガチャで出るというが。ああ、そうなの。何、先生方もオタク寄りなの？結構そんな非論理的なことで当たりは引けない。覚えておくように。な、私のお百度参りは滝行の効果はありませんの。そんなことしてさ、くじとか引いてんだったら当たるって当たる。そのうち先生の話をそらさなきゃ。先生、美術の先生と仲いいんですか？先生、くじは引かないんですかって言ってみよう。くじ？ああ、今朝なんとなくコンビニで引いたの。ああやばい、ひさめのフィギュアが出たから美術の先生にあげたが。おいー、何してくれるんですの。欲しい人間が欲しいものを得られないとか、これが経済社会の現実ですか。アリス、銀魂も終わったんだよ。あ、銀魂っぽい。好きな漫画のセリフや技はつい真似してしまいますの。でもこの間セバスチャンが私がノートに書いていたオリジナル呼吸の技まで見られて、私は J エンド傘でアンバランストラッシュアバンストラ、あ、わかんないもうちゃんと読めてないっぽいですね。先生、美術の先生と仲いいんですか？ああ、実は美術の先生とは学生時代からの友人だ。あいつは私にない才能を持っていて、どれだけ努力しても追いつけなくて。結局私は筆を折った。でもあいつは違くて、僕は。先生。まあ、ティーチャーのクソデカ複雑感情ですわな。よくわからん、言ってるのが。言ってる意味がわからん。それは関係のない話だったな。まあ、思いの力も必要かもしれん。数学の歴史における発見も数学者の異常な執着が目を結んだ結果だ。人間、強く夢を言葉にすれば実現するのかもな。なるほど、では授業中なので止めるか。あ、後で言葉にしようね。確かにですわ、私ったらお恥ずかしいこと。ま、また帰りにくじを引いてみますわ。今度こそひざめ様を当てて優勝しますわ。ああ、進んじゃった。あの、あやつじさん、実は私、ひさめを当てていたの。その主人公のフィギュアと交換してくださる。あ、そういうのはいいの？そういうのはいいの？自分で引き当てることじゃないの？めっちゃポワーって顔してんじゃん。もちろんですわ。なるほど、これが人類の営み。貿易ですのね。私、心で理解できましたわ。これが貿易か。よかった、モリスさんともすっかり仲良くなったね。あら、すいません、アプリの通知が。嘘！アイドルンファーストライブですって。To be continued。 ああ、なるほど、クリアやった。止めない方が良かったの？面白そうだからアリスを見守るか。望んではいけないことだと思ってた。でももし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は引きたい、推しを引きたいですわ。ロビンみたいなことやんな。もう静かにしなさい。やだ、あやついさん、どうしたの？みんなから惹かれてしまいましたわ。私、実はワンピースを空島あたりまでしか読んでないのに2年後とかびっくりですわ。でも恋するワンピースはマジで面白いですわ。経営エンド、好きなことで自分を語れよ。なるほどね。ワンピース空島まではちょっと、空島もないろいろ言われるけどさ、空島って結構ちゃんと読むといいからね。じゃあ次の話に進みますか。我は神なりってさ、すごいいいよね。我は神なりだよ。あれめっちゃいいよね。アリスとモリスさんが好きなアイドルもののソシャゲ、アイドルーン。今日はそのゲームのファーストライブだ。私はアリスと一緒にライブ会場に来ていた。わあ、めっちゃ、いつもと違う雰囲気ですね。運動会みたい。
私ライブ自体が初めてでドキドキですの。初めてなのにそんなスタイルでお送りできるってすごいな。 E プラス様は簡単にチケットをご用意してくださるのね。モリスさんは抽選落ちしたけどね。あ、そうなの。お嬢様とかだけどチケットとか確保すんのむずいんだ。それにしてもすごい気合入ってるね。ファーストライブですもの。アイドルーンの門出を祝うのです。お小遣いでフラワースタンドも出しましたし、バッチリですわ。55,000円。あ、見て、プレゼントボックスがあるよ。演者かな演者に贈り、演者緑、演者かな、演者に贈り物を贈れるの。アリスは何か持ってきた？え、お手紙ととっておきのプレゼント全部入れちゃえ。はい、お手紙と土地の権利書と5000兆円分の小切手です。すごいな、もう5000兆円分の小切手持ってんの。ダメダメダメ、そういうボケはシャレにならないから。ではベンツを外に止めてあるので、それを代わりに。お客様、少しこちらへ来てください。何されんのこれ。アリスは係員の人にがっつり怒られた。腐りやすいものや高価すぎるものは避けるべき。過ぎたる贈り物が喜ばれるとは限らないのだ。エルエンド賢者の贈り物。あ、そうなんだ。あんまこういう贈り物の時ってすげえ高すぎるものは送っちゃダメなんだ。手紙だけにしたら？あんまり変なものを入れると良くないから手紙だけにしとこうよ。言葉でも十分に伝わると思うし。そうしますわ。では中に入りましょう。わ、すご。会場に入ったはいいけど、アリス、後ろの人たちは？私の家で雇ってるマスゲーム隊ですわ。何マスゲーム隊って。マスゲーム？ライブでは皆さん一糸乱れぬ動きをするのでしょ。この方々と共にライブを盛り上げますの。何マスゲームって。お嬢様、準備はできておりますぞ。そのままでいいか。そのままでいいよね。じゃあライブ開始まで待とうか。ちょっと何この黒服たちは。舞台が見えないし入れない。そちらのお客様、どうぞこちらへ。アリスの黒服たちは追い出され、かなり怒られた。ここではルールを守る必要がある。それが社交界アイドルライブのたしなみ。 M エンド、5に言っては5に従い。あ、だいぶ短めにしてくれてるわ。最近読みやすい。それはダメだよアリス。アリス、アイドルのライブにマスゲーム隊はいらないの。マスゲーム隊って何。こんなにいたら他のお客様が入れないでしょ。迷惑をかけるのは良くないよ。みんなが幸せになれないし、 SNS でメモ帳4枚スクショで怒られるよ。何それ。そうなのですね。ライブにもライブのルールがある。そうだよね。まあなんか本当そうだよね。その場のなんかルールみたいなのは守った方がいいよね絶対。自分だけで楽しむ行為は良くないということですわね。わかりました、セバスチャン。マスゲーム隊は引き上げましょう。ライブを盛り上げるのは私たち自身ですわ。みんな、今日は来てくれてありがとう。てめえら盛り上がっていくぜ。やべえな、だいぶゴリゴリのアイドルいるな。ゴリゴリ。僕たちの合言葉叫んでください。あ、そっか、男の人たちか。アイドルって言ったからてっきり女の子かと思っちゃったわ。アイドルー、あーほわー。どういうことだよ。ライブ終了後、めっちゃ泣いてるじゃん。泣いてる。推しは現実でしたわ。私正直少しだけ不安でした。ゲームのキャラと声優さんは完全に同一の存在ではない。声優の皆さんはライブでキャラになりきってくれるのかと杞憂でした。演者の方々にキャラが宿って黄金のオーラを放っていました。オタクは行が使えるので推しのオーラは見えるのですわ。すごいね、行が使えるの。ちょっと段階超えてるね一つ。私もすごく楽しかったよ。チケットが取れたらまた一緒に来ようね。はい、あ、お話足りませんわ。そうですわ、今度私の家に遊びに来てください。そこで存分に語り合いましょう。え、いいの？楽しみ、絶対に行くよ。この時あなたは知りませんでした。まさかあんなことが起こるなんて。あ、そうしますわ。おたばれしましたわ。ようこそ私のお家へ。わあ、大きい。それにすごく素敵な館。巧妙な建築家の作品ですね。さ、まずはテラスでお茶を飲みましょう。お茶会中、モリスさんもすっかり漫画にハマったんだ。ええ、モリスさんはよく作品の主人公を好きになるそうです。私は大体暗殺チームや幻影旅団的なポジションの方を気に入って。ああ、そっかそっか。いやー、どうだろうね、主人公好きになりがちかな俺も。どっちかと言ったら難しいね。難しいな、渋いおじさん
系のキャラが結構好きだけどね、大体。そして推しが死にますわ。推しキャラ、万死、退場は草ですわ。そうなんだ、よくわからないけど。おや、アリス。あ、お父さんか。おや、アリス。お友達かね、アリス。お父さん、ええ、そうですわ。いつもアリスにはお世話になってます。ははは、いいんだ。そうかしこまらなくても。何の話をしてたんだ？漫画の話です。漫画、おう、それはそれは。アリス、私が漫画を読んでいいといつ言ったかね。それは、ごめんなさい、少し待っていてもらえる？え？少しだけお父様とお話をしていきます。やだわ、友達ん家行ってこういう雰囲気になるの。ごめんなさいね。アリス。アリスはすぐ帰ってきたが、ずっと落ち込んだままだった。父親に何を言われたのかはわからないが、彼女がそれ以降漫画の話をすることは減ってしまった。N エンド、あやつじアリスの憂鬱。なるほど。データロードしよう。勉強の話ですわ。うわ、感心感心。まさか漫画やアニメの話はないだろうね。めっちゃ釘刺してくんじゃん。もちろんですわ。ではごゆっくり。そのために来たの？娘がどんな友達と一緒にいんのかとか気になってきたんじゃなくて、そのためだけに来たのかい？アリス、今のって。お父様は漫画やアニメが大嫌いです。だから私がいろいろやってること言い出せなくてさ、隠してるんです。そんなの。お父様と暴力で戦おうよ。そんなの許せない、戦おうよ。戦うなんて。ちょっと言葉が強すぎたかな。私の力ならできなくはないですが、半殺しにしてしまうかもしれませんわ。え、あれ、展開が。アリス、聞こえていたよ。私を半殺しなんて反抗期かな。なんでバトル漫画チックになってきたの、ちょっと。何？それなら私もガイアメモリーの力を使わざるを得ないね。お父様、今日こそあなたに勝ちますわ。いつも戦ってるみたいな、スーパーサイヤ人みたいになってるよ。はぁ、何が起こってんのこれ。何してんのもう。自分家で。ちょっとどうなってんの。どうしましたの。は、疲れてらっしゃるのかしら。今うとうとしていましたわ。あー、そういうこと。何これ、じゃバッドエンドじゃないの。夢落ち。あ、バッドエンドだ。この夢落ちは最近制作者が仮面ライダー W を見たため、なんとなくパロディをした結果だ。突然好きな作品の話をし出すのもオタクの差がなのだ。大エンド、心は満たされるもの。なるほど。お父様を説得しようか。好きなものを隠すなんて私は嫌だよ。お父さんに言ってみようよ。でもそんなのできるのでしょうか。アリス、アリス、変なものが宅配で届いたぞ。はあ、等身大純金フィギュアを着払いで買ったの忘れてましたわ。等身大純金フィギュアいくらなんだよ、一体。私の月収くらいしたんだが。フィギュアなんてけしからん。今から説教するから部屋に来なさい。アリス、SOS ですわ。違うんです、それは。デッサン用に買ったんです。私への贈り物なんです。何、どっちかわからん。この展開はどっちかわからん。どうしよう。私への贈り物も結構、私の月収ほどのものを友達にプレゼントとは、みたいにならん？私への贈り物なんですって言っとく？それはアリスが私への贈り物に買ってくれたんです。そうなのかね、アリス。許せる？それで。え、誕生日プレゼントなのですわ。ならいい。私は部屋で休む。いいんかい。デッサンの方がバッドエンドなんかい。むずいわ。なんとかおたばれ回避しましたわ。ああ、でも、いつまで隠せばいいのかしら。地下室もグッズの重みで床が抜けそうですし、限界ですわ。いや、いいんじゃない？もうなんかこんだけ金持ちなら、こっそり別荘とか持っとけばいいんじゃない？やっぱりお父さんに話してみたら、一度腹を割った方がいいよ。でもお父様は怖くって。そんなことないと思う。どこかにお父様の弱点はないの？戦略的にお父様解き伏せようとしてるな。お父様の弱点？そうですわ。メイドに教えてもらったあれがあります。なんだろう。アリスの父の部屋。お父様失礼します。アリス、何か用かな。私本当はアニメや漫画が大好きですわ。もう隠したりしませんわ。あ、お父様もなんか、変な趣味あったりすんのかな？小石を集めたりするのが趣味みたいなのがあったりすんのかな？いや、小石を集めたりするのが変な趣味って言ったのはちょっと良くなかったかもしれないから、なしにします、今の。私がそれらを嫌いなことを知っていて、かね。はい、だって、
お父さん盆栽が大好きでしょ。盆栽か。お母様に内緒で盆栽用の倉庫と別荘を買って、お小遣いも全て費やしていいんじゃない？別に好きなものに好きなだけお金かけるのはいいんじゃない？別に自分のできる範囲なら。なんなら YouTube で盆栽チャンネルを開設してるでしょ。すごっ。見る人は見るかもね。めちゃくちゃ。私は漫画が好き、お父さんは盆栽が好き。そこに何の違いがありまして？それはそうかもしれないな。だが私は漫画を好きにならんぞ、絶対に。あ、いい、別に好きになんなくてもいいんだって。ただ人の好きなものを否定するばかりは良くないんじゃないかなと言ってるんですよ。それは構いません。私も盆栽のこと好きではありませんから。ただ私の好きを認めてほしいんです。そうでないとあなたの動画を屋敷の壁にプロジェクションマッピングしますわ。実の父を脅すのはやめなさい。ふ、しかしお前の言うことも一理ある。わかった。お前の趣味は隠す必要はない。好きにするといい。お父様、大好きですわ。いや、もうなんかこの大好きは大好きじゃないわ。なんか限定条件ある大好きじゃん。ただし、品物を着払いで送るのはやめなさい。よかったね、アリス。はい、あなたに背中を押してもらったおかげです。いや、もう大体がアリスちゃんの行動力だよ。これで存分に創作活動に精を出せますわ。え、創作活動って？何？かわいい絵。私気づきましたの。死んだキャラの話は自分の手で描けばいいと。私、同人誌制作に挑戦しますわ。え、面白そう。その話もっと聞かせてよ。いいですわよ。私のオタク部屋で話しましょう。私のオタクロードはまだ始まったばかりですわ。あ、終わり？楽しいゲームだった。あとエンディング2つぐらい撮ってないよね、多分。全エンドちゃんと撮れてんのかな。ゲーム遊んでくださった全ての限界、読めなかったわ。最後まで。デッサン用に買ったんですって言ってみようか、純金フィギュア。そのフィギュア、デッサン用に買ったんだよね、アリス。え、あー、そうですわ。そうなのかね。しかし何を書くんだ。それはもちろん、ヒサメ様と翡翠のほのぼの現代パロポンを書くのですわ。こら。あー、語るに落ちましたわ。何やってんの、お前。実際漫画を描いてみようとは思っていますの。でも人間の手はどうしてあんなにグネグネして描きづらいのでしょう。綺麗散らかしそうでございますわ。 P エンド、ペンネームあやつじ A アリス。なるほどね、ま、なんか手描くのが上手いと本当に A 上手い人みたいなこと言うよね、よく。というわけで全部のエンド取れたかな。取れてなかったらすいません。でもこんだけちゃんと取ってったら取れてるよね。なんか確率でしか来ないみたいなとこがあったら取れてないかもしれないですが、まあ多分取れてると思うので、こんくらいにしとこうかな。このゲームはとても面白かったですね。ずっと面白かったです、本当に。選択肢もいっぱいあって、なんかノリがすげえ楽しかったんで、ぜひ皆さんもやってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回別のゲームで会いましょう。